ゆらひ女神社で行われる、沖き前神楽。沖お前神楽は、島根県沖諸島の島前三島で伝承されている、神楽である。島根県の無形民族文化財。島前三島は西の島、中の島、ちぶり島からなり、各集落の神社において奉納される。かつては、気湯や、病気平油といった祈祷を目的とする、大締め神楽、神社では千座祭での、 ユダ家大神楽と平素の祭礼における大見楽、大海和学、法領祈願の祭の浜神楽と、目的や行事の大きさによって類別されていたが、現在では、夏祭りでの大海和学のみが行われている。毎年行われる西の島町尾伝の昇華神社の、ものが著名であるが、その他道長、浦郷の由ら日女神社における、会場と漁祭、道長、船越の高田神社、 道長別府の海神社などがあり、特に、揺らひ女神社のものは、戦場で回れる点が珍しい。島前三島とともに、沖諸島をなす道後島に伝承される道後神楽と合わせて、沖かぐらと呼ばれていたこともあり、巫女が重要な役割を果たしたり、ほぼ同様の演目を持つなど共通する点も多いが、道後かぐの悠長な林に対して、早めで賑やかな林であることや、 同じ演目でも内容が異なるなどの相違を見せ、現在では、島前神、楽、道後かぐらと別々に呼ばれている。この島前かぐらは、巫女による、神がかりの形が保存されている、出雲かぐらの素型が依存すると思われる点があり、個体のままが保存されている、演技のみでなく真事の要素も保存されている、という自由で、昭和36年6月13日に、 島根県の無形民俗文化財に指定された。沖諸島には古来、特定の神社に属さず、祈祷のための神楽を専業とする鮭と呼ばれる神楽市がおり、島前には小屋の鮭筋が神楽を伝えたが、現在では秋月、石塚の庭の実が残り、この両家に一般人を加えて組織された沖島前神楽保存会で伝承しているほか、各地で、 同好会が結成されて、伝承に努めている。神楽鮭は、新職と神楽ら市の中間的な形態で、集落の氏神の祭礼神楽や、器用や漁業における祈祷神楽を司さどった、おっき独特の制度である。この鮭の起源はつまびらかでないが、島前におけるぬさ頭であった、秋月家の家電によると、その先祖は、藤原氏に連なるもので、天文年間以前に、おっきに土着、 吉田製を名乗ってきたといい、社家は明治までは、京都の吉田家から、かぐ作業の居場を得ており、そのため、吉田神道の行法が組み込まれたと推定される、要素も持つ。かぐ殿などの常設の施設はなく、演武に際しては仮設の舞台が設置される。舞台は二軒四方の八条間を基本とするが、その、かぐ城の中央情報には、天井から玉貝と称す天貝を吊るし、 その玉貝には五色の紙水を垂らすとともに、四方に大ぬさを張り出し、これらを雲と称す。また、前場の後方中央に幕を垂らして、そこから演者が出入りし、三方には学人が座して林を担当する。林では常日のように前場を三方から囲み、正面奥の向かって右から、道と称する長道太鼓一人と太鼓三人の計四人が、左右側に、 で、病子と称する銅病子を担当する者二人ずつが、ザス。笛はなく、銅が四重洋曲のような進化を歌うのが特徴である。また、演奏は四分の四拍子と四分の三拍子が交互に繰り返されるが、日本の伝統音楽において四分の三拍子というのは珍しく、一方で、朝鮮の伝統音楽には多いために、朝鮮半島との関係を考える上でも、注目される。 大きく直面で回れる、舞と、神楽面を起した、脳とに対別される。舞には、神楽城を清め神々を招く、儀、前座の舞や、巫女による、神子神楽があり、脳には、四季三番の脳と四季外の脳の二種がある。脳は、出雲地方の沖合に位置するという地理条件から、いわゆる出雲神話を題材とする、出雲神楽の影響が指摘でき、特に演目などには、 貞信神の影響が伺える。また、今でこそ見られないが、四季外の脳の中に葬祭において回れるものがあった。点も、特徴で、現在の八重垣はそれを解釈したものであるという。なお、かつては夜を徹して演じられ、明け方に、巫女が締め行事を舞い、神ぐらの最重要な神がかりによる託戦が行われたが、明治になって神がかりが禁止されたため、 神子神楽にかすかに形式を残すのみとなった。の例をもとに記述する。集まり玉へ、四方の神々と歌う。寄せ楽で、神楽が開始される。直面の儀式舞。斎場を大ぬさなどで清め、神々を招く。必死とされる儀式的な三番の能。最後に、神楽城に集まった神々を返す。神戻しがそうされて、神楽を終える。以下の写真は、 ゆらひおんな神社で行われた、おきとうまの様子である。ありがとうございます。